はい、今回から始めていくゲームの方はヒットマンアブソリューションですね。こちらいわゆるバーコードハゲでおなじみの、まあ、ステルス暗殺ゲームになっております。このシリーズは、2016年版のリブートは持ってるんですけれども、まだプレイはしたことないです。はい。で、このヒットマンは結構賛否が分かれてるらしいんですよね。それまでシリーズをやってきた人にとってはちょっと、まあ、違和感が残るシステムになってるらしいんですけれども、自分は完全初見なので、まあ、そのあたりはね、特に問題なく遊べるんじゃないかなと思っております。はい、ではスタートしたいと思います。イージーノーマルありますね。もちろんノーマルですね。はい。よく聞いて。あ、日本語入ってる。勇気を持つのよ。ある人があなたを迎えに来る。私は一緒に行けない。それでいいの。その人は他の人とは違う。あなたを守ってくれる。彼が何をしても責めないであげて。いい画質。いつかきっと分かる日が来るわ。47、こちらベンジャミン・トラビス。君の口座に送金しておいた。シカゴへようこそ。任務を引き受けてくれて感謝する。身内を手にかけるのは辛いが、ダイアナ・バーンウッドの裏切りを見過ごすわけにはいかない。裏切り者が、こちらの処理班も投入するが、これはあくまで暗殺。君の仕事だ。理由などいらない。そうだな。幸運を祈る、47。個人的な契約、プロローグ。この任務中、重要なポイントには音声解説が入ります。はい。音声解説に従い、敵に見つからないよう慎重に行動してください。はい。インターフェースを見てみましょう。はい。左下にある青いバーは体力を示しています。あ、はい。その隣はレーダーです。レーダー、はい。これで敵、目標物、脱出地点が把握できます。右下は武器表示です。右下、武器が他人の目から見えるかどうかが確認できます。ああ。
隣の黄色いバーはインスティンクトの残量を示しています。インスティンクト、使い切ってしまっている場合はインスティンクト能力が使えません。インスティンクトとは、インスティンクトとは何でしょう。これ普通に、あ、ラップトップを開いて目標を確認する、こっちっすかね。違いますね。こっちかな。ICA 幹部ベンジャミン・トラビスによれば、かつて俺のオペレーターを務めたダイアナ・バーンウッドが組織を離反し、エージェンシーの貴重な資産、ビクトリアという名の少女を連れ去った。数ヶ月後、ダイアナの居場所が特定された。ミシガン湖のほとりにある警備の厳重な屋敷だ。ダイアナを排除し少女を奪還すること、それが今回の目的だ。ダイアナは俺の命を救った。排除の論拠は正当だが、ちょっと複雑なんじゃないのかな。この先は彼女のことはターゲットとだけ呼ぶことにする。市場を挟んではならない。なるほどね。そうだよね。市場挟むってやりづらいよね。で、これ。正門は、正門。正門は、強固に閉ざされている。正面から突破するのは得策ではない。庭園を通る潜入経路だって、庭園ってどこ？あ、こっちじゃない？ここから先は立ち入り禁止区域です。この先で警備員に見つかると捕まってしまいます。姿勢を低くして静かに通り抜けましょう。わあ、もうすでにいるんだけど。前にある遮蔽物に近づきましょう。はあ。ギーギーってどれ？これ。この陰に隠れれば敵に気づかれにくくなります。見つけたアイテムは接近専用の武器や敵の注意をそらすために使用できます。そこになんかあるよ。はい、バケツにレンチを投げ警備員の注意をそらしましょう。バケツ？こう、ちょっと投げらんないっす。あ、こうかな。警備員の注意をそらしました。通り抜けましょう。まあ、今なんじゃないの。え？これ投げていいの？投げて当たって死ぬんじゃん。バレたんだけど。ここにいるなら身分を明かせ。何もない。相手に戻る。必ず死体を隠しましょう。はい。人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。隠す。死体を隠しました。コンテナにはもう一体入ります。自分が隠れる場所もあります。この先にいる警備員をワイヤーで音を立てずに始末しましょう。結
経歴をチェックする暇なんかないぞ。あんた何か見えてる。ネットはあんたなの。他に誰が知ってるってんだよ。バカ。彼女が手の内を明かしたから。事情が分かっていればもっと楽に仕事ができるって話だよ。ワイヤーならば始末した後すぐにターゲットを引きずることができる。なるほどね。はい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 。よいしょよいしょ。はい。コンテナはいっぱいです。これ以上死体を入れる場所も自分が隠れられる場所もありません。で、あ、でもそこ一個もう一個あるよ。死体を隠しましょう、はい、人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。はい、いいんじゃない。あ、でもそこ二人いるよ。ないの使えるもん。愛しい。めっちゃいるじゃん。エージェント47は訓練と卓越した判断力で周囲の異変にすぐ気づきます。自然な感じで頼むぜ。庭中に警備員が配置されています。配置されてるね。めっちゃいない。あー、でもあそこだな。ひでえな。ああ、ずっと治療に行くよう説得してたらしいが、やつは他人に知られたくないらしい。25年の軍人経験。レインが思ってもみないと言った。なんか当てられそうなものないの。演技でもないことを考えるなよ。仕事があるからこそ、やつも自分を保ってられるんだ。おい、誰かここに何か落としたのか？発見されてしまいました。逃げてはいけません。降伏を装うか、おとなしく人がいない場所まで行ってから敵を片付けましょう。これよりターゲット。はい。おい、動くな。死体を離せ。攻撃をやめろ。銃を捨てろ。さっさとその武器。司令官、ターゲットは降伏。確保します。これは何だ。逃げられんぞ。敵の攻撃から身を守るためには射撃から避難しましょう。周囲を制圧しました。先へ進む前に後片付けをしましょう。はい、撃っちゃった。
現在サイレンサーがついていないため敵が警戒してしまいます。サイレンサー付きシルバーボーラー拳銃の使用を検討しましょう。どっか入れられるところあるんかな。これ入るかな。2人いるよ。2人いるよ。周囲の話に耳を傾けましょう。重要な情報が得られるかもしれません。あ、ほとぼりが冷めたかどうかも分かる。うちの女房は週一番のゴシップ好きだからな。こうなる定めだったのだ。心遣いには感謝する。悪いことは言わ、傭兵の。インスティンクト、またはレーダーをもとに脱出地点を見つけましょう。はい。そこなんだよね。言葉の通じない連中に囲まれ、ゴキブリがはびこる宿で過ごすはず。お、いけた。